皆さんどうもこんにちは、葵です。はい、というわけでですね、まあどっかのね、動画でもしかしたら告知してたかもしれないんですけれども、もうね、本当にこれはね、癖っていうか、どうしようもないものなのかもしれないんですけどね、まあ、僕ね、もう本当にね、浪費癖がすごいんですよ。まあ、いわゆる衝動買いみたいなものが結構多くてですね、やっぱサイトとかパーってね、見てて、うわ、これ欲しいなと思ったら、本当にすぐポチっちゃうような、そういうようなタイプなんですね。まあ、外出したりとかして、もう本当に買う予定なくても、その場でね、パッていいなと思ったものとかすぐ買っちゃうようなタイプなんだけど、気づいたらいっぱい買っててお金なくなるみたいな、本当にそういうパターンが多いんですよ。そして今シーズン、この冬のシーズンですね、僕がね、浪費癖すごいっていうようなことをね、 YouTube で公言するなってから多分一番使ったんじゃないかなっていうぐらいめちゃくちゃ買ったんで、それをね、今日はご紹介していきたいなっていうふうに思います。というわけで本日は冬の購入品紹介。はい、というわけでですね、まあ本当にもう僕ね、刺身人間で服とかもすごい好きで、で音楽もね出て、で前回だったらポケカとかもね買ったりとかしてるみたいな感じなんですけどもね、まあ、今回はどっちかっていうと冬じゃねえ服メインで皆さんに紹介していきたいなっていうふうに思います。前回のね、秋の購入品紹介でもいろいろ紹介させてもらったブランドとかいろいろ出てくるので、ぜひぜひ最後まで見ててほしいなっていうふうに思います。それでは行きましょう、レッツゴー。はい、というわけでじゃあね、早速いろいろ紹介していきたいと思うんですけど、まずちょっとね、今回紹介するね、物の量を見てもらおうと思います。こちらです。ちょ待って、多すぎない？マジで今回多すぎない？手に持てなくてね、着たりとかしてるからね、ちょっとね多すぎるので、一個一個ね多分丁寧に紹介していきたいと思います。ちょっと一回、はい、一回よく手に、皆さんめっちゃ映ってるっていうね、爪が甘いよな。じゃあまずはこの僕が今ちょうど着てるブランドからいきたいと思います。これね、金盤葵の実時にもね紹介したブランド、買うより中身の岩田エプスウェットっていうやつで、もうこれ何が可愛いって、まずここの四方にロゴがねしっかりあるっていうのと、ここにね岩田エプ顔中身ってこうチェック欄があるんですよ。ちょっと見にくいかもしれないんですけど、ここにチェック欄があるんです。もうこの遊び心が抜群なんですよね。これ即決しました。これがだいたい8000円ぐらいだったと思います。そしてこれですよ。これあんまり僕ねネックレスつけないんですけれども、つけない理由としては、こういう感じのねネックレスだとどうしてもここのね部分が錆びちゃって、それがねすごい気になるんで、しかもその錆がね服とかについたりするとすごいね目立つので、それが嫌で最近つけてなかったんですけれども、今回買ったのがビーズネックレスなので錆びる心配がない。あとはこういうストリート系のファッションにすごい合うので、すごいビーズネックレス欲しいなと思ってて、顔中のビーズネックレスめちゃくちゃ人気で全然買えなかったんだけど、一時期このビーズネックレスが再販されるってなって、もう爆速で買ったね。これがだいたい5000円ぐらいだったと思います。そして顔中の商品まだまだあります。買いすぎだろっていうぐらいあるんだけどね、一個一個まだまだ見ていくよ。はい、お次はこちらですね。ボアフリースのアウターですね。まずめちゃくちゃこれ軽いんよ。軽いのにめっちゃくちゃあったかいの。今もう12月の中旬ぐらいになってきてると思うんだけど、全然これでも大丈夫。毎年やったらコートとか、そういうもう本当にコートにマフラーにニット帽みたいな感じの、もう完全防備じゃないと外出れなかったけど、今年これ買ってからマジこれだけで全然冬越せるかもっていうぐらい、こいつ万能。もちろん機能面もそうだし、ここに2つロゴがついてるのと、後ろにもね、こんな感じでワンポイントあるんですよ。それがね、可愛いんで。しかも首元までちゃんとボアになってるから、本当にね、マフラーとかなくても全然大丈夫ぐらい、本当にあったかい。これマジでおすすめって言いたいんですけれども、これもね、めちゃくちゃ人気で、もう売り切れてしまってるんで、おそらくね、オンラインストアでは買えないんですけれども、もしね、これ再販する機会があったらね、本当に買ってほしい。一着です。サイズは XL でちょっと大きめに買ってダボッと着るっていうのが僕のおすすめポイントです。これだから機能面もデザイン性も本当に素晴らしいものなので、価格ちょっと高いかなと思ったんですけど、これなんと12,000円。安すぎない？これで12,000円やで。ちょっとやばいってほんまに。本当に顔より中身今ハマるなら今やと思う。あと1年後2年後多分本当にもう誰もが知ってる超有名ブランドになって本当に買えなくなるから、本当に今ハマるならというわけで3着目は顔中のボアフリースアウターでした。まだありますよ。はい、というわけで4着目は顔中のスタジャンでございます。これね、もう知ってる方はねいると思うんですけれども、僕が秋の購入品紹介の時にチラッて紹介したやつ、
その時は購入はしてたんだけど、12月に入ってから届くっていう風な配達予定だったから、みんなにね紹介することできなかったんだけど、ようやく届きました。これもね実際着てみたんだけど、めちゃくちゃあったかい。しかもこのレザーの部分がカチカチじゃなくて、いい具合にね柔軟性があるので、すっごい着てて楽なのにあったかい。やし、かっこいいし、かわいいし、何日の打ちどころないやみたいな感じやねんな。本当にマジでおすすめ。で、後ろにねこういう感じで、かわいいよねこのお花のデザイン。やっぱスタジャンってさ、どうしてもかっこいい感じのイメージがつきがちだけど、こういうところでねやっぱかっこよさとかわいさをミックスさせるっていうところが、川中さんさすがですわっていう感じですで、袖元にしっかりこうやってワンポイントの刺繍が入ってて、こっちにはこの真ん中ら辺に刺繍が入ってるっていう感じです。めちゃくちゃ可愛いし、めちゃくちゃかっこいい。こんなスタジャン見たことないっていうような運命的な出会いでした。これはもうね受注販売だったので売り切れちゃったんですけれども、これも安いよ。スタジャンって普通3万4万とかするよ。でもこれ18,000円、なんと2万円切ってます。もう驚き、マジでマジでコスパ良すぎる。だから目先の利益っていうよりも、本当にお客さんにいいものを着てもらいたいっていうデザイナーさんの気持ちが本当に伝わる。本当にすごい、マジで職人だなって思う。なので本当にねこれも大切に今シーズン着ていきたいなっていうふうに思います。顔中のアイテムは大体こんな感じですね。なのでこのトレーナー、ビーズネックレス、バーフリース、スタジャンっていう感じですね。でも普通に多いよね。もうだってこんだけでも相当な値段してるからね。でもまだあるよ、まだまだある。いつもだったらこんぐらいで終わるけど、まだまだあるからね。というわけで続き見ていきましょうじゃあ続いてなんですけれども、あ、これ紹介しようかなほんまに今、あ、そういえばこれ買ったわっていうやつ紹介したいと思います。こちらです。ベルキンっていうところのモバイルバッテリーなんだけど、友達にね紹介してもらったんだけど、モバイルバッテリーってどうしてもねコードに繋いでっていうところがねめんどくさかったりとかするんだけど、これねくっつくんですよ。確か iPhone12 以降にマグネットでくっつくようになったんだけど、これで充電できるんよ。すごくない？だからかさばらないし、めちゃくちゃ便利やんなと思って、これも友達に紹介してもらってすぐ買った。これがだいたい4000円ぐらいかな。多分 iPhone しか使えないけど、 iPhone ユーザーはねこれ本当におすすめ、めちゃくちゃ便利なので、ぜひぜひ購入検討してみてください。購入検討してみてくださいとか、そういうなんかおすすめするとさ企業案件みたいになるけどさ、これ普通に便利なものとかいいものを紹介してるだけだからね。お金一切もらってないからね、うん、欲しいけどねさあまだまだいきますよ。こちらです。これ何かっていうと、ソニーのモニターヘッドホンです。皆さんザ・ファーストテイク見たことありますか？あれに使われてるやつですよ。ほら見たことあるやろ、ソニーって書いてて。もう僕もね、まあ、自宅で、まあ、録音とかやったりとかするんですけども、こちらがね前使ってたヘッドホンなんですけど、こちらがちょっとねノイズとかがと目立ってきてっていうのも、もう 3,4 年使ってるから、これだからちょっと買い替えようかなっていうふうに思ってた時にですよ、僕の前のキンバー青色見ましたか？やっぱり2万円買ったって話しましたよね。もちろんこれ買ったんですよ。その賞金で、賞金っていうかね買ったお金でこれ買ったんですよ。ソニーのねいいねモニターヘッドホンですからね、まあそこそこ値段しますよ。これね1個で1万5000円ですよ1万5000円よ。ちなみにこっちのローランドのヘッドホンは7000円やったんよ。約2倍だからね。一回これでレコーディングっていうか音取ったりとかしたんだけど、マジで全然違う。本当に超クリアに聞こえる。なのでこれ本当にいい投資したなっていう風に思って大満足でございます。というわけでもう何個目かわからないけどソニーのモニターヘッドホンを購入いたしました。じゃあ次ね、次も実は前の動画に関わっているものなんですけれども、岡崎旅行僕行ってたじゃないですか。まだね動画見てない人はぜひぜひねそちらの方を見てほしいんですけれども、その岡崎旅行で行ったトップジミーっていうお店あったと思うんですよ、服屋さんね。で僕本当にその時コインロッカーとかで預けてたんですけど、両手いっぱいに荷物あって、本当にもうあとちょっとでも買ったらもう本当に持てないぐらいめちゃくちゃ大荷物だったよね。だけどトップジミーの店長さんともうめちゃくちゃ仲良くなって、いろいろね喋らせていただいて、東海の話とかいろいろ聞いたりとかして、めちゃくちゃ仲良くさせてもらって、ふらふらとね店内とかもいろいろ見させてもらってたんですけども、そこでね
1個ね、あ、これめちゃくちゃいいやんっていうアイテムを見つけて、でその店長さんにこれめちゃくちゃ可愛いですねっていう話をしてたら、これね3日前に入荷したんよ。3日前、そんなタイムリーなことあると思って、でもこれはね荷物にもなるしとかね、いろいろ考えたりとかしたんだけど、これも何かの縁だなと思って買わせていただきます。それがこちらでございます。じゃん。っていうわけで、見て、まずねこの紙袋、デニムのね生地でトップジミーって入ってるのめちゃ可愛くない？もうまず袋からね可愛いっていう、こんなトップジミーの僕が買った商品はこちらでございます。じゃーん。これシンプルで超可愛くない？ここにトップジミーっていう風にねロゴが入ってて、すごいシンプルなんですけども、このシンプルさがねすごい可愛いなと思って、ただね色味的にもうほぼほぼこれと一緒だったから買うのめちゃくちゃね、最後はね割と悩んだんですけども、まあ思い出ということでね今回これ買わせていただきました。でもこれね値段的にはそんなにね高くなかった、5500円ぐらいやったと思います。ね、ぜひぜひね、岡崎行った方はね、このトップジミースウェット、そしてトップジミー T シャツもあるのでね、ぜひぜひ買ってみてはいかがでしょうか。本当におすすめです、これ。超可愛い。多分これめちゃくちゃ着ると思う。ほぼほぼもう8割ぐらいの紹介が終わりました。ラストはこちらでーす。じゃーん、ナップタイムー。わかる人はわかると思いますよ。あの、西島さんのブランドでございますよ。これね、すごいで、ね。俺夏に買ったんよ、これ。夏に買ったやつが冬に届くっていうね、もう毎年そうなんよ。完全受注生産なんで、半年前ぐらいに予約をして、それが半年後に届くっていうようなスタイルなんよ。毎回そうなんよ。毎シーズン買わせてもらってて、今回の冬服も可愛いですよ。というわけで見ていきましょう。ニッシーのブランドは一個一個がすごい高いので、そんなにねいっぱいは買えません。というわけで1着目はこちらです。ドーン、プリント T シャツです。これねフロントもバックもどっちにもねプリントが入ってるね、超シンプルなんだけど超可愛い。これをオーバーサイズで着ることによってね可愛さ倍増っていうわけで、あんまり白のロン T って持ってなくて、なんでこれね買わせていただきました。これがだいたい8000円ぐらいかな。高いよね。けど高いだけの理由があるんよ。この日誌のブランドってめちゃくちゃ肌触りがいいんよ。一個一個こだわり持って作ってるんだなっていうのがめちゃくちゃわかるので、高いけどちゃんとその値段に合ったクオリティをしてるのでおすすめです。と2ヶ月ぐらい経ったらスプリングサマーコレクションが出ると思うので、インスタフォローしてたら多分情報とか来ると思うので、ぜひね、ナップタイムのインスタ皆さんフォローしてみてください。ではでは2着目はこちらです。ドーン、パーカーでございます。僕去年もパーカー買わせてもらったんですけど、去年と違うところは紐がなくなったんよね。結構ね紐だらーんってなってると、ちょっとねこれどうしようっていうぐらいの長さだったんですけど、今回は紐がなくなってすごいスッキリしましたね。それがめちゃくちゃいいなと思ったのと、白に緑っていうのはすごい僕的にはドンピシャでいいなと思ったので買わせていただきました。ナップタイムのねパーカーっていうのはねめちゃくちゃあったかいんですよ。ちゃんと裏起毛になっております。なのでこれからのシーズンね、このパーカーだけでも十分あったかいんで、それにさっきの顔中のボアフリースだったりとかスタジャンとか合わせたらすごい可愛くかっこよく着こなせると思うので、そういうね着方もいいんじゃないかなっていうふうに思います。これがだいたい1万5000円から1万6000円ぐらいですね。まあちょっと高いんですけれども、すごいクオリティ高いパーカーになっているので、ぜひね来年の冬皆さんも買ってみたいといかがでしょうか。絶対パーカーは販売すると思うのでね、ぜひぜひ皆さん買ってみてください。あ、1個忘れた。1個忘れた。ではでは正真正銘最後のね服になります。こちらです。じゃーん、シエラビックのスウェット T シャツですね。こちらね、まあ本当になんてことないただのねスウェット T シャツに見えるんですけれども、このロゴ可愛くない？お馬さんがねバラ持ってるの。そしてなんとこのね服を持ってるのは世界で僕ただ一人です。意味わかんないでしょ。これね、なんとヒシエラビックセカンドアニバーサリーの記念のスウェット T シャツでございまして、なんと300着限定のものなんですね。しかもその300着がそれぞれ番号がついてるんですよ。こうやって僕は300分の141番っていうわけで、本当に世界にたった一つだけのものですよ。これ僕以外これ持ってないんです。そういう本当に素晴らしいねものをね今回はゲットしました。シエラビックも顔中と一緒でこれから絶対に来るブランドなので、ぜひぜひ皆さんねインスタだったりとかそういうところでチェックしてみてはいかがでしょうか。
はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。すごいね、いっぱい買っちゃったよ。あ、ちなみにさっきのヒシェラビックのセット T シャツはだいたい7000円ぐらいだったかなっていうふうに思います。今回紹介した商品全部いいものなんですよ。ただね、多分途中でも紹介したと思うんですけども、ほとんどの商品はもうね、売り切れだったりとか今買えないっていう商品がほとんどなんで、次のシーズンね、ぜひぜひ皆さんにいいものをねゲットしてほしいなっていうことで紹介させていただきました。じゃあね、結局今シーズン俺は一体何円使ったのかっていう、この総額をね計算していきたいと思います。ウィンターシーズン、葵が使った総額こちらです。引くね引くね、この値段は。しかもそれに加えてポケカとか買ってるからね。ポケカがだいたい2万円分ぐらい使ってるっていうのを考えるとやばいね、本当に。まあでも全然後悔はないし、なんならまだまだ欲しいも実はいっぱいあるんですよ。まあ、それはね、ちょっともう来年に持ち越そうかなっていうふうに思うので、まあ、これから多分インスタとかでね、僕が今回紹介した服たちを使ったコーデとかもいろいろ上がると思うので、ぜひ皆さんインスタとかフォローしていただけたらなっていうふうに思います。はい、それではですね、今回も葵さんアホみたいに金使ったけどすごい楽しそうだからいいよねって思った方は高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。